ドライバードリルとインパクトドライバーの違いをご存知ですか？それぞれの特徴を知って用途に合わせて選びましょう。どちらもビスの締め付け作業、穴開け作業をする電動工具です。ドライバードリルは材質に合わせた回転とトルク調節で綺麗で正確な締め付け、穴開けができます。短いネジ、穴開けが得意なドライバードリルは木工作や家具の組み立てに向いています。一方、インパクトドライバーは回転と打撃で素早く力強く締め付けができます。インパクトドライバーは長いネジ、硬い木材に、大型の組み立て作業などに向いています。それぞれの構造の違いを見てみましょう。どちらもモーターの回転によって作動しますが、インパクトドライバーはそこに打撃が加わり、より強い力での打ち込みが可能です。ドライバードリルにはスピード切り替えスイッチとトルク調節クラッチがあります。同じビスでもトルクの違いで打ち込みの深さに違いが出てきます。またトルク調節クラッチには必要以上の力がかかってもビットが空回りしてビスの締め付けすぎを防止する機能があります。一方、インパクトドライバーは手動で回転スピードなどの加減を調節します。次にビットを装着するビットチャックの違いです。ドライバードリルはビットチャックの穴にかめば六角軸でも丸軸でもビットを固定できます。インパクトドライバーのビットチャックは六角のみ対応しています。ビットの付け方にも違いがあります。ドライバードリルはビットチャックの爪を開閉させて固定します。一方、インパクトドライバーはビットチャックを引っ張るだけで簡単に取り替えることができます。インパクトドライバーはパワーが強く、中級者、上級者や本格的な DIY にぴったり。初心者の方であれば操作の簡単なドライバードリルからのご使用がおすすめです。充電式電動工具シリーズは初心者にも扱いやすい 10.8V と中級者、上級者向けのパワフルな 18V のラインナップがあります。ドライバードリル、インパクトドライバー、用途に合わせて選んだら、さあ DIY を始めましょう。